立ち止まってくれた。聞いてくれてるのかな。それなら楽しんでもらえるように精一杯歌おう。聞いてくれてありがとうございました。最初の頃よりたくさんの人に聞いてもらえるようになったな。それに私の歌を聞いてくれた人がいい歌だって言ってくれる。それが一番嬉しくて楽しい。もっと練習してたくさんの人に喜んでもらえるようになりたいな。それじゃあ今日はこれで。はい、今日はここまでにしようかと思ってて。え？わかりました。それじゃあもう一曲だけ。人に聞いてもらえたな。少しは私の歌が届いてるって思っていいのかな。まだ誰かの心を揺さぶるってレベルじゃないけど、でも私の歌が誰かの心に残ってくれたら嬉しいな。あれ？桜が咲いてる。すごい。満開だ。綺麗。ちょっとだけ、寄っていこうかな。風が気持ちいい。昔は、よくみんなでここにピクニックに来たな。ビニールシート敷いて、さきのお母さんが作ってくれたおやつを食べて。そういえばあの頃だっけ、ほなみがアップルパイ好きになったの。あ、四つ葉のクローバーを探すのに夢中になってたら公園の外に出ちゃって、逆にみんなに探されたこともあったな。公園でいろんなことしたな。ミクの曲をバンドでやろうって決めてからは、ここでミクの曲聴いたり、ミクのあの時のミクの歌が私たちをつないでくれたんだよね。サキが入院して学校に来なくなって、シホともホナミとも話せなくなって、また4人で一緒にいたいって思ってたけど、あの頃の私は何もできなかった。大切だけどどうしたらいいのかわからなくて、ホナミやシホの背中を見ることしかできなかった。そんな時に世界でミクと会った。あの時ミクが演奏を聴きたいって言ってくれなかったら、きっと今もバラバラのままだったんだろうな。それに本当の思いに気づかせてくれたのもミクだった。私の思いを聞いてくれて、一緒に考えようって言ってくれて、そのおかげでホナミに気持ちを伝えられて、また4人で過ごせるようになった。全部ミクのおかげだな。ありがとうミク。やっぱりつい歌っちゃうのもミクの歌なんだよね。小さい頃からミクの歌がずっと好きだったけど、今はただ好きなだけじゃない。ミクの歌は私の思い出の傍らにある大切な歌。これからもたくさんの思い出が生まれるんだろうな。そしてきっとその傍らにはミクの歌がある。ミク、この思いをミクに伝えたいな。